はい、速稼塾の久保です。まあ私もね、以前はビジネスをやっていましたし、これからも気が向いたらビジネスやるかもしれないですね。自分の情報商材作って、それをまあいわゆるね、30万とか50万で販売するみたいなことするかもしれないですよね。まあ結局ね、コンテンツって無料でも有料でもどちらでもいいんですよ。で、無料でも有料でも、一定数結果を出す人がいて、大多数結果が出せない人がいるんですよね。で、私のここ数年の速稼塾っていうのは、8割以上の方がきちんと利益を出しているっていうことになってます。で、以前私がビジネスをするときに、一番最後に販売したものが1000万の商品ありましたね。で、これを売った時の気持ちってはっきり言ってあんまり覚えてないですね。まあ、強くあるのは、これを買ってくれたら、まあ、1400万にしては返すよっていう約束をしてたんで、まあなんかこう背筋をね、正す思いがしましたね。私の総決算というか、まあ結局それはできたんですけども、1400万以上になってね、その方に1年後に、まあ、お返しできたというかね、まあそれからその前に、一発100万円のやつを12人集めて6人に売りましたね。セミナー3時間やって、そこに12人来ていただいて、6名の方がその場で契約してくださったという形でございます。ここにはですね、いろんな私の断れないノウハウとかを叩き込んだのと、まあ本当にね、ずっと私と付き合いの濃かった方だけが12人来てくださったということで、もう来る時にはほとんどね、値段は分かんないけど買おうかなって人ばっかりだったと思うんですよ。まあ、そういうふうにずっとね、ふるいにかけてましたんで、1ヶ月ぐらいのメルマガのローンチをかけていまして、どん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 人数を減らしていって、最終的に濃い12人が参加したってことになりましたね。で、その時の気持ちっていうのは分かんないですね。その瞬間その瞬間の気持ちはあったんでしょうけども、過去の気持ちはすいません、特に覚えてません。なんかね、無理やりこういう気持ちだったっていうことはできるんですけども、一つの気持ちに固定できないですよね。もう私の全感情が入ってたと言ってもいいです。喜怒哀楽全てが入ってたと思います。そのぐらいしか答えられなくてすいません。で、私の言葉の使い方なんですけども、まあ、吉田さんの言われる通り、分取るっていう言葉を使ってるんですよね。売るっていう言い方もできるんですけども、分取るっていう言い方をしてます。特に投資系のコンテンツを売る方とか、それから転売系のコンテンツを売ってる方がね、まあ、このコンテンツ塾30万です50万ですとかいう値段をつけるわけですよ。で、それは振り込みが完了したらコンテンツ出しますよっていうふうな形にやってるんですよね。でも投資とか転売って、仕入れとか初期費用っていうのが絶対かかるんですよ。投資でも、まあ、やっぱり少なくとも50万とか100万っていうのは投資の、まあ、FX なら FX に入れなくちゃいけないんですよね。なのに塾費用が30万50万とかって先払いだと、投資に入れるお金なくなっちゃうんですよ。そうするとですね、投資で行くのは小ロットをするしかなくなって、結局最初の塾費を回収するのがもう数年先みたいになっちゃって、そこまでね、根性が持たないのと、そこまでサポートしてないんですよ。サポートってのは、多分ね、私はね、購入者さんから質問があって答えるっていうのはそういうレベルではなくて、多分こういうことに困るだろうなっていうタイミングで、サポートしてあげるっていう風な形が望ましいと思ってるんですよね。まあ、そうしない方が多分多いと思いますんで、私の場合は毎日発信をして、毎日更新情報を出していって、で、一人一人にフォーカスしてですね、ずっと教育訓練を積んでますんで、実力がついていくかなと思います。で、実際ついてると思います。で、そのちょっと話戻しますと、その分取るって言い方がね、セールスとイコールなんですよ。ただ私は今隠居していてですね、どちらかというとビジネスをやってる方に対してこういろいろとね、考えてほしいなっていうところもあるんですよ。まあ、でも考えろよっては言わないんですよ。でも心の中でビジネスをやってる方、もしくはビジネスに取り組む方が、もうちょっとね、お金について支払うべきなのかとか、まあなんか言ったらね、一括で支払いを請求された時に、それをね、はい、わかりましたって払うっていうのではなくて、一番最初は価格の交渉っていうのが一番最初の、私はビジネスだと思うんですよ。そんなことができずに、価格の交渉せずにね、試みずに、そこの塾に入ったところで価格の交渉はそこを教えてくれないんですよね。私の場合は入塾する前に価格の交渉してくださいって、私に対してしてくださいっていうふうにやって、
こういう方もいますよっていうふうな、もうネタ話をするわけですよ。でその通りにやってくれる人にはその交渉に応じますし、それは分かるんだけども言われた金額で払いますっていう方はありがたく受けておりますし、頭金だけでいいっていうけど全額払いますとかね、それから割増で払いますみたいな方もうそれ自由なんですよね。ただ私の言い方としては、あの購入者さん、だから要するにお金を払う人っていうのは感じ方は様々なんですよ。価値の感じ方、価値の感じ方が様々なのに、こちらからあの先に、ね、お金を取り上げてしまうと、何かとね、良くないんではないかなと、曖昧な言い方になりますけども。それから多くの方が先にもうなんかね、ビジネス塾をやる人ってもうお金がなさすぎるんですよ、みんなして。あのこれ本当にね、何儲かる方法を売ってる人が一番金がないと思うんですよ。でも現金回収を焦りすぎなんですよね。本当に儲かってるんだったら別にタダで私はいいんじゃないのって思います。まあいろんなことをね私言いましたけども、これはこれからドキドキしながら塾を購入しようかなとかね、お金をどうしようかな、高いのかなっていう風な方の不安の気持ちに私はこう共感してるわけなんですよ。ね、儲かったら払うでいいんじゃないのとかね、分割でいいんじゃないのとか、なんで稼いでる稼いでるって言った人が塾とか行って自分からも取るのみたいな、稼いでんだったらもう別に私みたいなファンから取らなくてもいいでしょっていう、そういう気持ちをね代弁してるわけなんですよ。で代弁するのと同時にそれに最大限応えてるのが速稼塾ということなんですよね。で速稼塾で、稼げるんだから、それは稼いだ金額をね、私にバレてるわけですよ、いくら稼いだかなんて。ということは、ああ50万稼ぎました、久保さんありがとうございました、速稼塾の費用はあと27万残ってるけども、あ車買っちゃいましたっていうふうになかなかなんないと思うんですよね。でそれはそれでもいいんですよ。別に私の支払いは後回しにして、皆さんのご自身の資産活動を先にしてください、優先してくださいって私は言ってますんで、それでいいんですけども、ただ人っていうのは、私もねマインド教育してますから、お金に綺麗になるとかね、お金を汚すなみたいなことも言ってるわけですよ。で支払いはもういち早くで、この受け取りはいつでもいいよっていうスタンスでいきましょうってことなんですよね。まあ、今はこういうふうにお話してますけど、やっぱりねビジネス的には支払いはなるべく遅らして、もらうものは一刻も早くもらえみたいな、こう利己的なお金の考え方が良しとされてるんでしょうね。で私はまあいつの時でもアンチテーゼみたいな感じです。ちょっといろいろ話しちゃったんで整理しますけども、100万円の商品を6人に売って3時間で600万の売り上げ上げた時は、これはね気持ちよく分かんないです。総動員しました気持ちを。だから全て一つの気持ちには収まりませんね。だからすいません、答えられないです、すいません。で1000万円の商品売った時はもう1400万お返しするってことを最初に約束して1000万っていうふうにお話しましたんで、それをね信頼してくださるのかっていうのが一つ、あとは私に1000万託されたらそれをねやっぱ実現しないといけないなっていう気持ちがね2つ、その2つの強い、意識が背筋をねものすごくピンとね伸ばしてくれるの、身が引き締まるような思いがしたっていうのがその時の気持ちです。で6人の方はそれぞれその通り、大きなね1年間で数百万という利益を私からもたらされて、よかったよかったって言ったんですよ。でまあその次の年ぐらいに速稼塾のファイナルっていうね69万円のコンテンツを提供して、それもまあ222日連続でコンテンツを送り続けましたけども、まあ、少なくとも皆さんね食らいついてきてくださって、その中では月収1000万みたいな人も生まれて、まあ良かったなと思います。で少人数だからできたんだなと思うんですよ。少人数一定期間フォーカス永久サポートなしって感じです。これはもうサポートしないというね、そのやる期間が終わったらサポートはもうありませんということなんですよ。ただしですよ、私は最初は90日と約束していたものを222日まで延長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 してるんですよ、だからそれはねいつものパターンです。私の速稼塾は3ヶ月って言っても延長して6ヶ月にして、6ヶ月って言ってるのに9ヶ月もやって、で結局1年やると。で速稼塾のジェネシスって今ねタームをやってますけど、これはね2017年の大晦日に販売して2018年の1月1日からスタートだったのに、最初3ヶ月限定だったんですよ。で未だに続いていて結局丸2年っていうことなんですよね。丸2年やってて毎日、コンテンツ提供、毎日 Q&A とで毎日利益をもたらす情報提供というねことをやってましたけどもね。で私これもね、たくさんの塾ってほどは分からないんですけども、
塾を販売してる人って自分の塾からこんなに儲かった人が出ますみたいなことすぐ言うんですよ。ですぐ言うのは別にいいです、その他の人がやるの。私はちょっとそういうねのはどうも恥ずかしくてできないんですよ。自分のおかげで朝もね儲かったような表現っていうのがどうもできなくてね。私は速稼塾で儲かった人ってその人の才覚だと思ってるんですよ。私の力なんて別になくって、その人が多分私をきっかけにしたところあると思いますけども、自分の才覚に気づいて私の指導以上に勝手に自分で売り上げを作る方法を取ったんで、月収300万とかね1000万っていうのを瞬間風速的にでも作れたってことだと思うんですよ。で、人生初月収100万なんていう人も30人ぐらい、もう最初の年からいて、やっぱりその人の元々の素養ですね、才覚、これに火をつけるかどうかってことだと思うんですよ。で、素養や才覚がない方はこれは時間がかかります。というのが、素養才覚×努力×運っていうのが結果になるっていうふうに私は考えてるんですよね。だから素養がない方にはものすごくね課題を与えないといけないんですよ。継続をもちろんしなくちゃいけないし、その上で運がないといけないんですよ。で、大多数の人はこの運がないです。運がないんで真面目にやったのに結果が出ないってことがあり得るんですよ。運がないんですよね、残念ながら。だからおそらく継続してる方もしてない方も、素養がある方もない方も、すべからく人は運がないんでうまくいかないのかなって。私は運が良かったんで、きっと用意どんで始めたネットビジネススクールの生徒さん、私も生徒さんだったわけですけどね、で吉谷さんが見られている何十人何百人の中で久保哲郎っていうのと、あと数人がパラパラとね、抜きんでたのは、ただ単に私の場合運が良かったのかなと。小野里さんとかね、中村トレーダーみたいに実力をつけたわけじゃなくて、私は運が良かっただけです。なぜならすごく簡単なこと、自己アフィリエイトしかやってないと言ってもいいぐらい、自己アフィリエイトぐらいしかやってないんですよ。みんな自己アフィリエイトやってますよね。ネットビジネスの第一歩ぐらいでやってますよね。で、それだけやってる人がいるのに、私も同じものを使ってるのに私だけうまくいったっていうのは多分運が良かったんだろうなと思うんですよね。で、何が言いたいかっていうと、いろんなね塾を売ってる人が、その自分の塾ではこういう儲かった人が出ましたで喜ばれてますみたいな、一部の、売ってくれてありがとうって言ってくれてる人に酔いしれて、その他大勢の不満を封じ込めてるっていうかね、無視してるところがあるのかなと思うんですよ。じゃあ儲かってない人に対してはどうするのって、サポートが必要なのそっちでしょって私は思うんですよ。これもう繰り返し熱く言いたいんですけども、儲かった人をアピールするのはもうそれはもうやってください、もうやってもやんなくてもいいんですけども、肝心なのは儲かってない人に対してどう手を差し伸べてるのかってことなんですよ。何も言ってこないからもう知らないよって言うんだったら、ちょっとね師弟関係っていうのは危ういのかなと私は思うんですよね。師匠っていうのは弟子が困っていて言い出せないっていうところまで目を行き届かせて手を差し伸べるものではないかなと思うんですよね。そこを追求していくことだと思うんですよ。私も 100% できてはいませんけども、ただいいタイミングで久保さんからメッセージが来たとか、いいタイミングで久保さんにまたね新しい課題を与えられたって言わせるように運営をしてるわけですよね。速稼塾の中で毎日毎日発信する中で、まさにこれは私のために作られた発信じゃないですか、動画じゃないですかって言われたことがね、何回あるかってことなんですよ。これは常に自分の塾生さんのペルソナ、この人に対して今日はコンテンツを提供するぞと意識してるからできると思うんですよね。私はもうはっきり言って毎日の放送、毎回の放送の中にモデルがいるわけですよ。そのモデルっていうのは塾生さんなんですよ。塾生さんの特定の A さん B さん C さんっていうのを名指しでやるんではなくて、その人にあれ今日の放送まるで自分のこと言われてるみたいっていうふうに毎日誰かにそういうふうに思わせてるんで、ついてきてくれる人が多いのかなと思うんですよね。そんなことをねいろいろ申し上げましたけども、その他大勢の不満、要するに結果が出てない人にどういうふうにねサポート手を差し伸べているのかっていうところを、やらずに、もしくはやっていてもなかなか行き届かずに、一部の売れた人をね自分の塾のおかげですみたいなことがなかなか私はできないかなと思います。私ができないだけで、やってる人をね何やってんだっていうことじゃないですよ。販売する気持ちってのはそんなもんなんですよ。私はどっちかっていうと顧客の気持ちなんだろうなと思うんです。これはお客さんで結局お金がないからお金を稼ぐ塾に行こうとしてるのに、そこに参加するのに何十万ってこうタコとかをね取り上げられちゃうと、なけなしのお金、ね、そこに投入して状況が厳しくなるんですよね。そういうふうに思ってるんですよ。ですんで私は
一人でも多くの方がねうまくいってほしいなと思うからそうしてます。あ、ちなみにね今はやってないんですけども、以前までね速稼塾に入って不満だった方にはのしをつけてお返ししますみたいなことやってるんですよ。例えば一番初期の私の速稼塾は19万8000円で売ってましたけども、19万8000円で15を買って、いやこれはちょっとね当て外れだったです、ちょっとね速稼塾、返品させてくださいっていう方には、返品は別にもうデジタルデータなんでできないですからそれは使ってくださいと、返金はしますって言うんですよ。で返金金額を19万8000円で買った方に対して25万とか払ってるんですよね。でなんでかっていうと速稼塾は大会しても儲かるっていう風なね、そういう風な実績を初年度につけたんですよ。これは禁じ手でしょうけどね、ほとんどねこんなことをしてもいいのかなと思いましたけども、でも1件だけそういう方いらっしゃいました。久保さんと速稼塾入ったんだけどもどうしても時間がなくてできませんと、今更で申し訳ないんですけどもこれ返品して返金してもらえませんかと、全額じゃないんで全額じゃなくていいんでみたいなことをね言ってきたんですよ。これも交渉の一つだと思うんですよね。だから私はよく正直に話してきたなと、泣き寝入りして不満を抱えて速稼塾入ったけど儲かんないよかったよって言われるよりも、まあ返品はできないですけどね、返金させてもらってなんか速稼塾入ってもうついていけないからやめたら、あ、なんか儲かったみたいなね、そんなね、なんだそれみたいなね驚きをこの時にその人に埋め込もうと思って19万8000の返金を請求されたっていうかね、私が返金しましょうかって言った時に、いいんですかありがとうございますみたいな時に25万振り込んでるんですよ。ってことはその方は速稼塾に入って辞めて5万円儲かってるんですよね。だから速稼塾ってのはこれ今やってないです、今やってないですけども、速稼塾ってのは辞めても儲かるみたいなね、いても儲かるみたいなね、そんなことをしたわけですよ。で当時その話っていうのは日々の配信の中で他の塾生さんにも言ってるわけなんですよ。なんか辞めたらなんか5万儲かるらしいぞみたいな、でも大会する人いなかったですね。19万8000円で買って大会したら25万になる、もういいじゃないかと、5万儲かるじゃないか、しかも辞めたらみたいなねことになりましたけども、いやそうじゃないと、19万8000円払ってさらに5万の儲けなんかじゃ効かないぐらい儲けてやるんだみたいに考えた人が、まあ、返品返金をしなかったっていうのがね、今の話なんではないかなと思いますけどね。まあだからね繰り返しになりますけども、売った時の気持ちは私はちょっと一つに決まらないんで申し訳ないです、答えられないです。ただ私はなるべくその自分がね工学塾に入ろうか入る前かって考えてきて、吉谷さんも覚えてますよね、もう買うしかない、もう入るしかないってどっかに書き込んだじゃないですか。あの時の他の方のコメントの声が私の胸に残ってますね。で自分が工学塾を売るようになったら逆にこういうふうに売ってみようと、こういうふうにやったらお金がなくて困ってる人が、ああよかった久保さんのところは違うわみたいに感じてくれるんじゃないかなと思って、そういうふうにね、いろんな独特なものをやってきました。で今はなんかね隠居 TV みたいなことをやっていて、より私に対して縛りなく、より皆さんに対して負担なく、そんな感じで速稼塾っていうのを運営しております。まあでもおかげさんでね、速稼塾もだいぶ2018年が終わった時には8割以上の方が利益を出して利確で終わってくださって、2019年は深追いする方は深追いする、でそこでもう自分のね勝ち逃げをした人は勝ち逃げする、それも勝ち逃げしないと意味がないんでね、全てはやりすぎたらマイナスになっちゃうんで、でまあやりすぎてマイナスになった方も当然いるということですよね。私がねやろうとしてるってことは、やろうとしてることっていうのは他じゃ多分通用しないし分かってもらえないことだと思いますけども、速稼塾の塾生さん世界14カ国それから1000名以上の塾生さんいらっしゃいます。まあその方だけに分かっていただければいいのかなと思いますよね。なんせ速稼塾に入る意思のない方とか、速稼塾に反駁してる方にまで何かを伝えることはないかなと。もちろんね速稼塾に入らずに感動してくれてる人はいます。速稼塾には入んないんだけども速稼塾は大好きですみたいな方もいらっしゃるんですよ。そういう形があってもいいかなと思いますしね。はい、じゃあ分取るだとかね取り上げるとかいろいろ言いましたけども、そんなところですかね。私もセールス必ずしも悪いとは思いませんし、セールスしないとなんせの物が買えないんで困っちゃうんですけどもね。ただそのセールスのやり方ですよね、吉田さんが言われてたように、セールスっていう行為が正しくってもそれを扱う人が
正しくなければセールスも悪くなってしまうんですよね。だからできれば自分のためではなくって、買った人のねためになるような、少なくとも買った人が不満のまま終わらないようなね、そんな工夫をできればいいなと思いますよね。私はそれが、あまり続かなかったんで、目の前の人からお金を取り続けるってことが、でも熟知たるものがあったんで、なんで自分お金に困ってないのに目の前の人からお金取るんだみたいなことになっちゃったんで、じゃあ別にもういいじゃんって、自分はお金に困ってない、目の前の人はお金困ってるんだから、おごったつもりで速稼塾はぐーっとね、インチキみたいな安さでいいんじゃないかなと思ったんですよね。まあそれが30年ローン頭金さえ払えばっていうやつなんですけども、でもおかげさまで4割ぐらいの方はやっぱりね払うんですよね、満額。それが私の動画によって集まってきた皆さんの本当の姿だと思うんですよね。ありがたいことです。自分さえ良ければいいとかね、自分だけ儲かればいいっていう気持ちでやってないんですよ。やっぱり提供と感謝に共感してくれたのかなと思います。そんな感じですね。では行ってらっしゃい。